こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ、吉川由里です、えー。今日のお題は、えー、人生無駄なことは何もないっていうお話なんですが、これまた前回に引き続き、発達理論に基づいてお話ししていきたいと思います。えー、今回お話ししたいのは、まあ、人間の意識レベルっていうのは成長していくんですけども、またこれちっちゃい時から大人になって、 な、なって、あの、死ぬまで発達し続けるんですけど、まあ、人によったら、あの、ある段階で止まって、そのまま、あの、人生を終えるっていう方もいらっしゃるし、ずっと、なんか、新しい経験をすることによって、意識のレベルがどんどん発達していくっていう方もいらっしゃいます。で、どこにいるのがいいとか、上の方の人が下の方の人より悪い,いとかということは全くなくて、単に、えー、人間が自分の、まあ、生きている国とかね、時代背景とか、 その、自分が置かれている人間関係とかの環境とか、そういうことによって、えっと、どういうレベルの意識で生存したり、反映したりするのがいいかっていうので、もうその人の成長度合いが決まってくる感じです。なので、えー、昔の人間ができなかったことを今の人間ができているようになっているとか、昔は解決できなかったことを、まあ、社会的にですね、解決できなかった問題を今は解決できているようになっているっていうのは、 社会全体の意識レベルが上がってきたからっていうことなんですね。で、これ、最初に体型化した方がいらっしゃって、クレア・グレーブスさんっていう、あの、アメリカの心理学者なんですけど、え彼が考えた枠組みがあって、こう、意識レベルがどんどんこう成長していって、一番下があの生存。本当に生あの、マズローのピラミッドとかと思い出していただいたら、ああいう感じと似てるんですけど、 あの、やっぱり生存とかが大事なんですよね。安全とか暖かさとかね、食欲が満たされるとか。まあ、そういう段階を経て、次に家族の段階に行くんですけど、で、家族の中でえ自分のアイデンティティがない状態で、その中でどのように、あの、考えたら、どういう価値観を持っていたらとか、どのように考えて行動したら、その家族の中でうまくいくとか、まあ、そういう感じで意識がどんどん成長していくんですね。で、 その考え方があるんですけど、それは、えっと、例えば家族の段階っていうのは第2段階目なんですけど、第1段階よりも工事の、まあ、意識レベルと言われてるんですが、その2の段階にいる人っていうのは、1の段階を内包してるんです。統合してるんですよ。つまり自分が通ってきた道筋の そこでの成長はもうすでに内包してて、もう自分の一部なんですね。で、その意識のレベルっていうのが、なんでこうどんどんこう成長していくかっていうと、やっぱ、いろんな経験をするからですね。実際起きてたら、もういろんな環境に行っていろんな経験をしますよね。そうすると、その、それまでの、あの、意識では、 解決できない問題が出てくるわけです。で、その時に初めて人間は、あれ、今までのやり方だったらできないのかと思って、じゃあどうしたらいいんだろうっていうふうに考えて、そこで自分の、まあ、知識を身につけたりとか、技能を身につけたりとか、考え方を身につけたりして、自分の脳の回路が変わっていくわけですね。今までなかった脳の回路ができます。そうすることによって意識が成長していくんです。何が言いたいかっていうと、これ考えてみたらわかるんですけど、 あの下のレベルの問題を解決したら上のレベルに行くんですけど、下のレベルを、上のレベルが内包してるっていうことはですね、なんか絵があるんですけど、こういう、あの、1番目のレベルがあって、2番目のレベルがあってって、こう、円がちょっと消えた状態みたいな意識。そう、それで、それがこう、なんかマッシュルームの帽子みたいにどんどん大きくなっていくイメージ。っていうことはですね、その下のレベルのチャレンジとかを、あの、経験しないと、 その人学ばないじゃないですか。あの、やっぱり物事って本で読んだりとか人に聞いたりしただけで不十分で、それが本当に自分の血肉となって神経回路の一部となるには経験しないといけないですよね。だから、これ、この視点から見ると、俯瞰して人間の発達っていう点から見ると、今まですっごく辛いこととかあった方いらっしゃると思うんですけど、または今ものすごく辛いことがある。 とか、ものすごく嫌なことがあるっていう方いらっしゃると思うんですけど、それ別にランダムに起こってるわけじゃなくて、あの、それが起こってるのはあなたのせいじゃないですよ。それが起こってるのはあなたのせいじゃないかもしれないし、何かの被害にあったりしたら、もうそれはもう本当に、あなた被害者だから、それは全然あなたのせいじゃない。けど、もう起こってしまったことだったら、そこから、な、学んでいけば、 それはもう二度と起こらないことになるんですよ。なぜかというと、自分はその問題の解決方法を意識レベルで獲得した、神経回路を自分の脳の中で獲得したら、そこはもうあなたにとって問題じゃなくなるからですねで。それを助けるために、自分で解決できない過去の問題とか、自分で解決できない現在の問題を助けるために、カウンセラーとかセラピストとか、コーチとかがいるので、 あの自分でやっぱりそこから出れない場合はそういうプロの助けを変えた方がいいと思うんですけど、でも、後から振り返った時に、必ずいつか、ああ、この経験は無駄ではなかった。だから嫌なこととか私はあの誰にも怒ってほしくないですけど、何か、あの、すごく辛いこととか怒ってはほしくないんですけど、怒ってしまったとしたら、後からそれを活かすことさえできればですよ。 そこから学びを生かすことさえできれば次のレベルに絶対いけるので,で、そ、そ、そこの、に行った時に、振り返って、あの経験があったから私は今こういう風にな、慣れてるんだっていうのがあると思うんです。なので、まあ、発達理論の、あの、その、俯瞰して人間がどのように成長していくかですね。その、家族のレベルが終わったら今度は、あの、セルフの、なんか、自己表現みたいなレベルに行くんですけど、そういうのって、 やっぱ階段上がっていくみたいに段階踏んで経験して痛い思いしたりとか、まあ失敗みたいに見えることをして、あ、こうなんだ。こうやって学ぶんだ。それ、時には失敗しなくても学べることもありますよね。だけど、あの、今何かチャレンジがあるとか、過去のチャレンジがまだ解消されてないみたいな場合は、そういう視点から、じゃあここで自分が人間として成長する、 ためにどうすればいいのかっていうのを問われてるんだっていうふうに思ったら、ちょっとその辛さが乗り越えられるんじゃないかなって思います。あの、今もうどうしようどうしよう、この、この中にいて苦しい辛いっていう感じだったらいつまでもそこの箱の中に入っちゃうんですけど、それをちょっと、例えば階段のもうちょっと上にいる自分を想像してみて、こっちに行くためには何か絶対ここになんか、この箱に穴を開ける方法があるに違いない、これを探す、 みたいな思考になったら、そのあなたが直面しているチャレンジとか、まだ解決してない過去のチャレンジっていうのが、また別の視点で見えてくると思います。はい。というわけで、今回も引き続き、前回に引き続き、発達理論の観点から、今回はチャレンジについてのちょっと新しい視点みたいなのをお伝えしました。えこういうふうに心理学の理論とか、コーチングの理論、まあ、実践方法などを学んだら、 人生の見方が変わるというか、人生が楽になったりとか、まあそれを、それ自分もそうだし、えー、他の方にもそういうことをお伝えしていける、あの、すごくパワフルな、まあツールの一つだと思いますので、コーチングを勉強したい方、私コーチングスクールを運営してるんですが、2022年10月からまた、えー、一般募集をしますので、もしよかったらインスタグラムをフォローしていただくか、何かのメールに登録していただくかして、 えー、そしたらお知らせが行くようになっています。登録リンクはショーノートに貼ってあります。はい、最後までありがとうございました。